カメラさんよろしくお願いします。はい、じゃあ何枚か撮らせていただきます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、行きます。まだハロウィンでもないのにおっさんたちが何を仮装してるんやと思われるかもしれないけど、大真面目で僕たちが見ています、やる気満々です。以上極悪ヒーローということでですけども、はい、それエンジニアになりましていかがですか、その辺は。はい、僕はですね、大体殺してますまあ大体、敵味方肉親全部殺してますそういう役なんですけども、でもね、あのでもこれはなんていうんですかね、あの今まで の, そのリチャード3世ってもう凶悪で極悪でこうやってってなんですけど、ご覧のようにちょっとね、僕は今回は道化とかピエロというか、あのなんですかね、あのプロレスでいうたらヒール役みたいな、もう反則技ばかやってみんな楽しましてっていうような役なんですよ。ちょっと面白い、今まで見たことないリチャードさんです、うん、はい、舞台でね、猿之助さんが刑務所とかあるじゃないですか、はい、うん、それをね、ちょっと気をつけて、ね、そうですね、はい、でも猿之助さん、僕も、お見舞いに行ったんですけど、で元気で、次の日行ったんですけど、あ、もう暇とかって、いや暇ってまだ半日しか経ってないやんって言ってて、本当に元気で、すぐにでも明日でも立ちたいって言ってたんで、早くね回復して、舞台で僕の客席で会えるのをすごく楽しみにしてます。